これ結構きついかも。雨が多分来ますよ。これこの雲が北に流れてってくれたらいいですけど。よう引くなこいつ。40ぐらいのか。おお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 、ちっちゃいくせに。40ないっすね。やっと釣れた。もうこれサイズとか関係ねえよ。もうドライブバッキーですよ。ドライブバッキーバッチリだなこれ。釣れるやん。ちょっとサイズがいまいちだな。言っちゃった。ちょっと贅沢なこと言ってしまった。十分なのに。この針が結構重要で、そのここですね、ここで一点にかける感じですね。ドライブバッキーするときなんかは動きにキレが出るんで、それが面でかけちゃうとキレがなくなってしまうんで、アクティブのワッキーチューブ8番、8番っていうか8ミリが一番ベストで、どれぐらいだろうな。これ1センチぐらい切ってもらって、この中に入れる。ネコリグの時はこの帯のとこでいいんですけど、ドライブワッキーになるとこのシンカーの分長くなるんで、僕はこの帯より帯のちょっと前ぐらいに刺してる感じですね。ここの帯がここにあって、これのこの辺ですね、この辺にかけてターボライターで炙る。このフロリダシンカーちょっと今ボロボロですけど、これを差し込む、頭から刺してねじ込む。でもこれで基本ここからはちぎれないんで、今までやっててここからちぎれたこと一度もないんで。でこのチューブのところに針をちょっと埋めた方がいいかな。こんな感じで、さっきのこの針、なんでこの針を選んだかっていうのはここですね。ここでできるだけその一点でかけやすいように、かけれるようにこうです。これがこういうふうにこんな感じで面でかけちゃうと泳ぎにキレがなくなるので、すごく泳ぎが弱くなるので、できるだけこの一点でかけれるように、かける位置が短ければ短いほど泳ぎにキレが出るんで、でこれで完成です。ドライブバッキー。
よし。ドライブラッキーは完全ハイパーの巻き巻きと同じような感覚で、そのハイパーの巻き巻きよりかは浮き上がるのが早いんで、最初をしっかり沈めてゆっくり、ハイパーの巻き巻きよりもゆっくり巻く感じで、一定層をずっとキープしながらゆっくりゆっくりひたすら巻き続けてもらう感じです。結構でかいんか、頼むぞ。おお。おお。頼む、バレんなよお前。緊張すんなこれ。まだ行くか。ここでさよならでしたらえらいことだ。あっさあっさあ、来たやっと来た、ドライブラッキー。あーもう最高これっすよ、本当に待ってたのは。諦めなければいいことが待ってるんすよ、絶対。小せえ小せえ、小さかった。1ぐらいどころか余計もっとちっちゃい。よいしょ。これは何だろう。これじゃあまだ終われないよ。もみちゃんあと1匹ですね。